守れないの約束やりなさい。いや、近いね、一緒に仕事するの。お母さんみたいな犯罪者にはなりたくない。なんでやろうと思ったんだ、お嬢ちゃん。お金稼げるのです。今度一緒にやるから。得意でしょ、子供。どうかしてますよ、親子揃って。親父が今調べてるんだけど、20代の詐欺師なんだって。娘さんも加担してますよね。やめて。この家とあんたを守るためよ。また殴るの？殴ることしかできないの？ふざけんのもいい加減にしろよ。いいから逃げて。ねえ、お願い、早く。レミ、DJP se voi una pipe namsi uno no pipe namsi odo di blara.人口1500人。農作物が育たないこの村で400年間綿々と受け継がれ村人の命をつないできたクジラ漁。Semua ada, kalau ada ikan paus sudah senang, sudah hidup. Untuk lemah hikpir sebab kami pula kami hopi pura muko. Kami mafa untuk lemah pe rata-rata tungtau pe pulo. 村を支える漁師たちは手作りの船と森一本でクジラに挑む。映像で綴るクジラと人間の魂の物語。ティテロシコンコベラコゾコロナピー、アラテテリマカシナコゾコロナピー。クジラ人、で、お前は何が知りたいんだ。依頼金は成功報酬で1000万。あなた方は正義の味方です。ありがとうございました。俺にこの解決や買い取らせてくれないか。俺の前に汚ねえ金を置くな。金のためだったら何でもやるんじゃねえのかよ。2つもいかねえ。この町に解決屋だ。女を捕まえた方の解決屋だけ残すって。試してみよう。あいつがどれくらいお前のことを思って。社長はお前とは違う。あいつの元へ連れ戻されるくらいだったらここですね。ああ、ここで死んだ方がいい。社長、ごめん。ふざけんなよ。溢れ出した言葉が汚れてたって通じればいい。壊れたオンダストディスカスで、どんな武装兵も脱ぎ捨てて、何もいらねえって叫べばいい。不安でもリスタート、目の前の景色に映る真っ白な未完成模様。振り返らずに進め、描いた道を。正義ってなんだ。俺の勝ちじゃないこれ。いや、私の勝ちだね。営業自粛に入るらしくて、まあこれを機にむしろやめてほしいみたいな。新しい仕事、今の常識で考えるからダメなの。一般論もわかんないじゃん。待って、怖いんだけど。怖い怖い。いや、そこでフリーズ。怖い。
ょっとしたら俺たちタイムスリップしたのかも。全米オープン、親父が引退に追い込まれた試合だ。お前ひょっとして俺のファンか。現役の親父のプレイが見られる。龍崎、これは脅迫状。世界を敵に回して逃げ回って掴んだ栄光なんて俺様にとっちゃ無価値。帰りな、おちびちゃん。ゾクゾクするね。一番苦しい時、お前ならリターンはどこに打つ？本気で行くぜ。勝って道を切り開く、その方が楽しいじゃん。龍馬ザ・プリンス・オブ・テニス、新生劇場版テニスの王子様。誰が言ったかは問題じゃないんだよ。それよりお前に心当たりあるって方が問題じゃない？じゃあ何にも変わんないよ。いいよ、変わろうと思ってないし。やったー、違うよ。じゃあこちらの感じはどうでもいいってことですか？感じ悪くない？私なんかやりづらかったです。さっきから3回も呼んでるんですけど。今なら許してやる。やっぱり普段から勉強なさってるんですね。お前舐めてんだおい。言っとくけどこれ犯罪だからな。そういうのってさ、自分に原因があったりするんじゃないの？じゃあとりあえず自分の言いたいことは伝えたので、話す余地がないならもういいです。そう簡単じゃないよ。南相馬にさ、朝日座って映画館があるんだよ。朝日座？ってんだお嬢ちゃんよ。いい映画館だから立て直してほしいんだよ。映画好きの先生との約束を守るため福島へやってきた。もぎりこと言います。私の本当の名前は浜野朝日。あそこ潰しちゃいけないっていう遺言を伝えに。うちのじいさんが？そう、親戚。あの時の自分があの場所で見たから、もう少し踏ん張ろうって思えたからさ。あぶね。震災もなんとか耐えたんだけど、コロナでとどめだ。映画じゃ人は救えねえ。本当の本当は続けたいんじゃない？もう終わったんだよ。バカ野郎、まだ始まっちゃいねえよ。数えきれない光をくれたあなたに。一人の迷える女の子、ここまでの映画好きにできたんだから上出来かな。たった一つの場所を守りたい。映画を愛する人たちのかけがえのない日々。浜野朝日の嘘つきどもと。お金ください。ぶっ飛ばすぞジジイ。やばい、何かがいるんだってこの辺には。僕フリーライターなんですけど、この辺に心霊スポットとかってあります？この辺に心霊スポットなんてない。やばい何かなんて存在しない。俺が見えるの？先に言っとくけど、成仏とかさせらんないから。絶対に霊を見つけたいんだよ。お前らと同じぐらいの年の甥っ子がいてな、そこの山に取材に行って土砂崩れに巻き込まれてな。虹色の蝶、この近くにいんの？誰から聞いた？恐れる時も不安でも。仲良かったの、あのおじさんと。見たことのないものをないなんて決めつけるなよ。カズキ、本当にいるのか？風になれ全て蹴散らし、この世界で負けないように。これは当時怪談トークを得意とする芸人だった僕が
実際に体験した出来事です。桃井さんはこんな話聞いたことないかな。ベラボーに背の高い女の話。当時のまままだ存在しているということで。死神って言われてるから。死神？さあ教えてください。どうして僕を呼んだのかも。なんとかして。取り直した方がいいので。Love you! Come on! It's Monster! Super Sentai! Jumenesia! Let's ride!妻が夫の不倫を漫画化？嘘。リアルな怖さにコメント続々。面白い。爽快、快活、健康的不倫ムービー。先生、私の隣に座っていただけませんか？続き読みたい？え？記憶を失った謎の男、アタツジン。屋敷に住む孤独な少女、アシズコ。胸たわわセクシー家政婦、ナッツ。男は一体何の達人なのか、正体を探るための壮絶なバトル。どうしよっかな。男を取り巻くさまざまな人間たちの思惑、そして恋。男が記憶を取り戻したその時、衝撃の展開が待ち受ける。私は誰なんだろうな。達人ザマスター今日ここに集まってもらったのは、ここにいるメンバーが知っている怪談話だったり不思議な話だったり、たくさんの浮かばれていない逸話を供養していこうと思います。私が行かせていただきます。とある田舎町の不思議なお話です。部屋の中にいるの、助けて。この前変なもの見たの。何？変なものって。この部屋に来た時、元からあったものとかあれば。いわくつきとか形見とか。あ、ここで殺人事件が。やばいやばいやばい。みんなそれぞれありますよね。信じられない話、信じたくない話。鈴の音が耳を離れないんです。あの音には私たちの時間が全部詰まってる。もっと二人でいたかったな。ムーンライトシャドウ。稲崎くん。おい、稲崎くん。先輩、何か気になりませんか？教授も。そもそもあの時聞こえた悲鳴、女性の声でしたよね。あの場にも二人しかいなかったけど、教授さんはそのどこかに消えた彼女にやられたと考えるのが自然じゃないですか。こういうことされると困るんだよな。だから知らないですよ。あの図書館は開館前に清掃が行われます。あれだけ周到で回りくどい方法を取る人物です。清掃の時に清掃員がうっかり触って落としてしまう可能性ぐらいは考えていると思う。それにしてはムールな。彼女たちはこの先就業時間までただここでじっとしてればいいだけです。
先の行動が決まってるのに体調の合図なんて必要あると思いますか？でもお見通しなんだな。ちょっと怖いぞ。2019年11月20日、安倍首相は在職2887日となり、歴代首相として最長を記録した。今こそ額に汗して働けば必ず報われ、未来に夢と希望を抱くことができる、まっとうな社会を築いていこうではありませんか。この安倍政権長く続いていますけれども、本来変えるべきところを変えられなかった、そして、変えてはいけないところを変えようとしている。原子力緊急事態宣言は安倍さんが発言をしたあの時も実は続いていた。今でもまだ原子力緊急事態宣言続いているのです。軍事力を伴う帝国主義的な考え方が実は成長戦略の中心的な考え方だと。本来であれば連れ去られた人を返してくれっていう非常に単純な話がますますこうもつれさせているのが安倍さんじゃないかなと思いますけどね。6月7日、米軍の独裁政権があって、でもう民主主義もないという状態だった。だからそういった意味で僕ら憧れが日本だった、祖国日本だったんです。で次に政治を引き受けた人が安倍と同じ政治をしたら、私たちはその人たちも否定するというものが安倍政治よという言葉の中に入っているんですね。映画だなんて言ってね、2887、まあ覚えづらいタイトルですね。いや仕事も大事だけどさ、やっぱ子供欲しいじゃん。大内さんみたいな人がターゲット層なんだけど。立川さん、私子供持つ予定ないです。子供が生まれても絶対に夢を諦めないって思ってたんだけど。お子さんいると毎朝大変ですね。ママ、家はうんちしたかも。え、あ、すいません。自分の人生と母親としての人生、どっちが大事なんだろうってもうぐっちゃぐちゃ悩んで、考えた結果ちゃんと両立するには今はこうするしかないなって。沙織さんが全部我慢して背負って頑張ってるのに、もっと考えることあるでしょ。あの日夢見た理想。母ちゃん元気ないからお守り。私本当は仕事辞めたくないんです。子供いてもいなくてもあやとは家族。ママ帰れ。マイライフママライフ。猪木さんのことを考えるといくらでも時間が過ぎていくような気がする。少女少女って言い方をやめましょうよと私は思うわけ。ポチャムキンとか。私ポチャムキンです。名前なんだっけ。猪木です。3年の秋だったらそろそろ就職の準備始めなきゃな感じか。目そらしてるお前に本当に人の痛みが分かんのかよって、児童福祉士になる資格があんのかよって。そもそもなんで児童福祉士になろうと思ったの。心と存在をもてあそんで侵害するそいつらはどんどん年を取って弱っていくから。
君は永遠にそいつらより若いんだよ。その言葉で十分だと思う。堀貝さん、あの女の子にそっくり。ポルノ俺が小さい。それでも私たちは内緒だからね。気が済まねえ。ばい助けて。あなたはどこにいるの？一旦止めて。大丈夫ですか？ちょっと休みましょう。大丈夫。次の取材これ軸にする。で、奥にその問題をあぶり出す。根も葉もない噂流されてね。誰が本当の加害者か。報道が殺したんですよ。台本にこんなのなかったじゃん。報道が殺したんですよと奪われました。カット。80点以上じゃなきゃドーナツ抜きな。メイ、私ゆっこ、よろしく。どうしたの？私になんか言うことない？放送は無理。そんなんで納得できるかよ。あいつ信じんなよ。すぐ嘘つくから。すみません。根本的な解決じゃないよね。なんか言ってませんでした？どっち側なんだよ。変わって何？木下！木下！近くにいるように見えて、本当はすんごい遠くにいるんだって。僕は普通でいられているだろうか。正解を出せているだろうか。わからないものって本当は美味しいんだよ。お前みたいな人気も僕と一緒にいない方がいい。俺そういうのじゃないからさ。だからごめん。お前、僕の話聞いてたのかよ。明日から毎日一緒に帰ろう。いつだって正しい理想の自分でありたい。そう願って生きているのかもしれない。僕は映画を撮り続ける。だからこそ立ち止まる。君がそこにいるから。前へ進み続けるしかない。世界を構築し直し続けるしかない。絶対に立ち止まってはいけない。そう言い聞かせて、私が灯す光を暗闇の中で見つめてくれるあなたに、もう一度出会えるまで。
出すことはない。そこに未来はない。あるのは過去だけ、思い出だけ、さよならの記憶だけ。なのになぜだろう。ごめんね。人は月を愛し続ける。ディアムーン、親愛なるお月様。そんな瞳で夜空の私を見上げ続ける。始まりは万引き未遂だった。娘を失った父はモンスターになる。娘死んでんだよ。前に追いかけ回されてな。あ、無視してんじゃねえぞこの野郎。本当にすいませんでした。やめてください。やめねえよバカ野郎。ガタガタ言ってとぶち殺すぞボケ。空白。日本の人口約1億2000万人の中のたった一人、史上初の女性総理大臣。奥様が日本初の女性総理になられる。ご感想は。え妻が総理大臣になっちゃった。驚かせてごめん。監視に追っかけスキャンダル。1000万。え夫史上最大のピンチを乗り越えられるのか。総理の夫。ほら君。僕は総理の夫です。行くわよ。爆弾探しですか。次は戦争になる。全員が狙われる可能性もある。ダメだ、ハンゼ。プリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第2章、9月23日公開。私のお父さんはお父さんだけだよ。決めるやから、は？君ら大将になったんや。楽しみやな。高典君の肉を削いで血を抜いたものや。そろそろこの方の出番ですかね。こしてやる。これより神聖なる儀式を執り行います。これは村の決まりやね。